皆さんこんにちは、ダイダラです。ドラゴンクエストビルダーズ2、今日も進めていきたいと思うんですけど、前回ね、お城の中でね、トイレとかね、寝室とか、ね、寝室談話室、そしてね、キッチンだったり、キッチンしょぼいけどね、お風呂あと作ったと思います、図書館とかね、でもやっぱね、俺は気づいちゃったんですよ。このドラゴンクエストビルダーズ、なんか足りねえなって、なんか寂しいなって。指導がいないんだよね、隣に。ね、なのでね、やっぱ助けに行くか、指導よ。ストーリーを今日からまた進めていきたいと思います。で、さあ白 G の元へ行きましょう。一人で来てくれで、白 G はそう言ってたよね。で、あのゲレゲレと行きましょう。ゲレゲレと一緒にいて怒られねえかな、ゲレゲレだったら。よし、よーし。小さなメダルまずちょうだいよ。おお、小さなメダル、なんかある。おおお、8枚預かったぞ。よしよし、50枚をつぶれてくれたおかげじゃ、楽譜集じゃ、ありがとう。楽譜、おいおいおい、情熱の踊りとか、たくさんの楽譜ありがとう。魔女帽子だって、やった。さて、だいたらお主からが58枚集めておるぞーっていう。ブロックメットやろう、なんだこれあ、ぶっ壊しちゃったよっしゃ。さあ、とりあえずストーリー進めましょうか。おおお、青の石板の地の開拓が終わり、これでひとまず島の開拓はおしまいじゃ。まだまだするよ。だいたらよ、お主が島の開拓を終えたことで、わしはすべてを思い出した。この老いぼれにここまで付き合ってくれたのじゃ。お主にはすべてを話さねばならないの。この先のどうしていくか、改めてみんなで考えていかねばならぬ。やっぱこの世界幻なんかな、白爺。しかしじゃ、今は年寄りの昔話に付き合ってもらう時ではない。ひとまずこの島を完成させるとしよう。そのため最後に作ってほしいものがある。あ、なんか作んなきゃいけねえんだ。オッケーオッケー、作るよ。わしの昔話にワードで3日3晩付き合ってもらうぞ。やだよ、30分で終わらせてよ。まとめといて話、プレゼン資料作っといてさあ何作ったらいいの。さあさあ、いよいよじゃ、この空っぽ島を完成させる時。まあ本来はものづくりに終わりなどないはずじゃが、一応ね、一区切りというやつじゃ。せやな、開拓がひとまず終わり、島がものづくりの力で満ちた証に、お主に作ってほしいものがある。それは、ビルダーの旗じゃ。ビルダーの旗。詳しいことはあちらで果たす。わしについてくるがよい。あちらってどちら？こちらってそちら？上行くの？さあ、白爺が駆け出していった。その先は、一体何でしょう？どこ行くんだ？白爺。あ、ここ登っていくんか。上来たことなかったな、そういや。おう、ただ広い空間。ここ、うん、ビルダーの旗、あ、マークを描いてくれ。国旗のようなものじゃねえ。さて、プレゼントするぞ。何、ドットデコーダー、白い石。さあ、この、四角い場所にねえ、ドットデコーダーでブロックを作り、北を上にして島のマークを描くはよい。もしマークを切りかけても問題ないぞ。ああ、後から変えられるんだねえ。わしがマープルのサンプルがやるか、ちょっとサンプルもらおうか。おう、はい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 。何だこれ、ハンマーのマークかこれ。ねえ、はあ、君だけのマークを作ろう、シンボルマークとなるぞって。へえ、好きにこれでやっていいんだね。ちょっとここ整理してから、なんかマーク描きましょうか。どんな模様にしようかな。あ、そうだ、先にこのドットデコーダーってやつちょっと見てみましょうか。ね。ドットのブロック作れるんでしたっけ、これ。えい。おえ、金とか使うんだ、ゴールドブロックって。たっけえな、これ。ねえ。じゃ、ちょっとなんか思い思い描いてみましょうか、これ。適当に作っていくか、とりあえず。これ置いた時の音なんかすげえ、モフモフって言うんだよ。ほら。ドゥ。2、3、4、5。あー、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、あー、15、16、
幅はこれ16かな多分ね。ってことを考えると、ちょっとじゃあ、なんか作りましょうか。何作るかだけどね、まずは。じゃあ、作るの決めました。ね。まあ、おそらく100万人が作ったであろう。ね。青い、あいつ作りましょうか。皆さんね、青いあいつが何かわかんなきゃいい人は、ね、ちょっとね、想像しながら見ててください。え、なんだろう、わかんないってね。皆さん、よいしょ。今からね、じっくり作っていきますので。ね。よし。ああ、ああ、これ結構、作るの大変やないか？ね。こんな感じだよね。今もう、なんか変だったら、ちょっと後から調整していくから、今はみんなもうこれで飲んでてくれ。ほんと。よし、まあこういうもんだな、みたいな感じで見ていただけたらと思います。まあ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 、ドット絵って難しいですからね。おもう、なんだこの青いのは、皆さん、そろそろ、完成形見えてきましたか皆さん。見えてきましたね、そろそろ。そうですよ。そうですよ、ですよ、ですよ。え？ちょ、待って、これクソむずいな、これ。あ！ここまで来たらもうみんな、わかったんじゃねえかー？ねえ、そうですよ。今作ってるのは、ねえ、スライムくんです。ただね、ちょっとな、今何も見ずに作ってるので、でも、クソそれっぽいよね。クソオブザそれっぽいよね、これ。ちょっとね、ガツガツ作っていきましょうか。もう、あと頭作れば終わりだと思うのでね。どの辺から頭すぼめたらいいだろう。奇数じゃねえから、若干顔がどっちかに寄りそうな気もするんだよね。そこだけはちょっとまあ、ご愛嬌というか、ね、かわいいね、スライムくんって感じで、いけたらなと思います。よーし、あ、もうなんかいい感じだったるな。あと尖らせればいいだけだよね。こんなもんかなぁ。ねえ、うん、そう、どうよこれで。みんなスライムポイ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 。え、目どうしようかな。今泣いてるみたいになってるから、ここもさ、こうした方がいいかな。こっちの方がっぽいかな。あー、こっちの方がいいね、こっちの方がいいね。かわいいね、こっちの方が、スライム。ね。よし。ちなみに、このドラゴンクエストビルダーズやったことある人はね、自分はどんな旗にしたよとかあったら、ぜひともね、教えていただければと思います。ね、あらー。かっこいいじゃん、このスライムくん、スライムくん。これ全部埋めなきゃいけないのかな、ここのブロック。石鹸図だったらなんかあったもんね。何色で埋める？背景。背景の色、考えようぜ。金ピカに埋める？確かに俺、ゴールドラッシュの男代打って言われてるから、ほんと。あ、いいね、ゴールド感。金ピカってか、黄色やん、グジシってこれ。さあ、これでもう、島のマークが出来上がります。ね。これが俺たちが描いた、スライムの完成形だ！代打の島のマークが完成した。なんか、頭とんがってんな、思ったより。これ、思ったよりとんがってんな。で、上から見たら、あ、でも上から見たらなんかいい感じじゃね？うん。若干なんか、てっぺんをどうにかした方がいいんじゃねえかなっていう、ね、そういう気持ちもしなくもなくもないですが。まあ、良い良いの良いでしょう、これは。いい感じでしょう。ね。シルジどうや？おビルダーのハートのマークが完成したのじゃなー。いいでしょう、これ、うまいでしょう。うむうむ、悪くない出来じゃ。では、ビルダーのハートのマークがこれで決定でいいが、いいよいいよいいよ。もう、完璧。みんな参考にしてええぞ。およーし、それではこのマークを旗に移し、ビルダー王国の国旗としよう。あ、国旗になるんだ、これが。ねえ、日本の国旗書いときゃよかったな、それだったら。大ダラの旗を手に入れた。だっせえ。子供の落書きかよ。嘘だろこれ。レベル高い。ほら。うわー、これやだな、これ。まあまあ、かっこいい、かっこいいですね、これは。うん。
わかる。おおお、よくやったの。大太郎、なかなか素晴らしい旗じゃぞ。では大太郎、その旗を目印の場所に掲げるのじゃ。そうすれば、さすればこの島は完全にお主の王国となる。わしは一足先に掲げる場所に行っておくぞ。どこだ、掲げる場所って。下？あ、そこに建てたらいいんだ。ここに、オッケーオッケー、建てましょうか。ちょっと待ってな。いや、これ、ブッサイクやな、ほんと。置いたらどうなるんだろう。ちょっとここに置いてみるか、一回。えい。あー、でも結構いいよね。模様反映初期に戻すとか。ねえ。あー、なんか、変えれるんだね、これ、模様も、やっぱり。よし。上に倒れそうだ。ちょっと、飯食う。それでは、置きましょうか。掲示板のとこだね、ここ。ちょ、ゲレゲレ邪魔やで。置くで、そこ。え？ポジショニング的には。ここだ！どうだ？じゃ、ずれてる！待ってね。よし。ここか！どうだ？え、ここでもない。もう一個奥が。ちょ、ゲレゲレ邪魔で見えへんで。えい！来た！さて、おー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 おお、各島の住民たち。みんな集まってきた。空っぽ島が、大だら王国になったー。やったー。ねえ、ルル王国でも、指導帝国でもない。やっぱりここは、俺の島だ。俺の王国、嬉しい。はい、てな感じでした。やったー、ほんと嬉しい。イエーイ。だって、みんな祝ってくれる。ありがとう、みんな。あれ、この先進むと、オンラインプレイ、島の移動、小さなメダル交換が一時的にできなくなります。ちょっと待って、もう終わるってこと、このゲーム、やっぱり。進めますか？いや、俺は後悔はないよ。冒頭でも言った通りで、今、やっぱり俺たちに足りないものがあるんですよ。それは指導。で、あいつを取り戻すためにもね、ストーリーを進めましょう。あいつ苦しんでもな、今。おー、ダイダラ。ダイダラの旗を置いてくれたのじゃな。これで、いよいよ。いよいよどうなるの？ねえ。どうなっちゃうの？ん？いえ、みんな。すごいすごいすごいじゃない。なんなのよ、この旗は。かっこいいやろ。うん。このスライム。いや、よく見たら用できとんだ、これ。ねえ、ゲームでも採用してもらっていいで、これ。私、今まで以上に、ものづくりの力が湧いてくるみたい。なんと素晴らしい。これで島に、島がものづくりの力で満たされたということか。とっても素敵な旗ね。ダイダラ。ダイダラの私たちの島にぴったりだわ。開拓が終わり、ものづくりも一区切りかと思っておったが、まだまだみんなでものを作りたくなったぞ。やったね、ダイダラ。ルルが認めてあげる。あなたは、最高のビルダーだわ。だろう、ルル。最初はお前ディスってくれたよな。覚えてるぞ。でもよくやってきたわ、ほんと。でもここに指導はいねえんだよ。まだ俺の顔に笑顔は戻らない。なんじゃなんじゃ、この空は。一体？お主はどうしたのじゃ、指導？指導？なんかオーラまとっとるぞ。だいたら、いつの間にあんな旗、作りやがったんだ。ちょ、大丈夫、指導？ダイダラ、頼む。俺を。シドウさん？ロトの勇者に敗れた大神官ハーゴンは、自らの血を捧げて、破壊神を復活させた。そう、その時から私は、ずっとシドウ様と共にあったのだ。え？私は見てきた。ビルダーとシドウ様を誰よりも近くでな。何笑っとんねん。想像なきこの世界に、今、ものづくりの力が満ちた。そう、これなるは破壊神シドウ様の復活の時。なんか出てきたで、シドの体から。ハーゴン、あーやっぱお前ハーゴンか。人も魔物も神ですら運命からは逃れられん。
いくら拒もうと破壊神は破壊神。貴様はハーゴン？こいつがハーゴン？だけどハーゴンは死んだはずじゃ。でもハーゴン教団の主が来たで。やべえ、魔王よ、魔王級やぞこいつ。そう、私は亡霊、私が作ったこの幻の世界でしか存在しえぬもの。やっぱハーゴンが作った世界か、ここ。幻の世界？そう、勇者に敗れ力を失った指導様を私がここに逃がした。破壊の神としてもう一度復活していただくために。指導？どういうことなのだ？世界は幻とは一体？そう、ここはこの私が勇者どもを惑わすためだけに作った世界。この世界の草や木も、そして貴様ら人間どもも全て現実には想像し存在しない私の夢にしすぎん。全部夢？バカだ、そんな。私の死とともに消えるはずだった夢がここまで残っていたのは意外だったかな。ねえ、道理で変だと思ったら一度滅んだハーゴン教団が広まってるわけないもの。だからハーゴンの世界だから、ハーゴンのねえ思う通りになってたんだね。ほんとここは忌々しくも勇者どもはこの幻の世界から抜け出し、私と指導様を亡き者にした。しかし私の意志はまだここにある。破壊神指導様と共に。それにしてもやはり取るに足らぬものだな、ものづくりとは。これがダイダラ王国だと？冗談も休み休み言うがいい。そういうこと言うなよ、まだ作りかけやでって。なあ、これからどんどん発展させていくつもりなのにさ、急に来てさ、ここ微妙だねとか言われてもなんかムカつくだけじゃん、ほんと。これが王国の旗？こんなものはただの落書き？ご民家のクズにも劣る代物だ。いやもう、だって 16×16 しかないのにさ、でさ、旗のなんか左に寄ってるやん、絵が。わかっとんね、なんかこれさすがにちょっとチャッチーなって思ってたけど、俺言葉にしなかったのにさ、そうやってゲーム中でさ、それでディスってくるのやめた方がいいよ。ちょっと心折れちゃうから。ああものづくりごっこも救世主ごっこも仲間ごっこもくだらなすぎて悪い笑いが止まらんわ。あんたね、黙って聞いてれば。指導どうする気よ、指導返しなさい。小娘指導だと。ゲレゲレあそこおるのちょっと面白いな。サバをつけんか、サバをキャー。お、乗れハーゴン。みんな俺にも様つけてな、これから。うぐ、あ、白地会心の一撃と思ったら動き止められた。ゲッゲッゲッ、貴様が人間どもをたぶらかした古のビルダーの慣れの果てか。邪魔だ、消えろ。白地私が作った幻どもよ、貴様らは想像したるこの私にひれ伏しておればよい。シド？さあ時は来た。シド様のお力でこの幻の世界を消したり、今度こそ現実の世界を滅ぼしてくれる。参りましょう。シド様、破壊神たるあなたが世界のすべてを滅ぼすこと、これもまた運命なのです。シド、どこ行ったんや。てか、あのお月様あったっけ、赤い月。だいたらどうする、どうしよう。シドが、白字が。ルル落ち着いて、慌てて、あなたらしくない。泣いちゃってるで、ルル。私はムーンブルクで聞いた、この世界が、ま、偽りであり幻だと。つまりこれはそういうことか。でもだとすると私たちは何です。そうだよね、自分たちの存在意義、自分が偽物幻だったって言われたらまともでいられるやついねえって。本当、私たちはハーゴンに作られた人間ってことですか。そんなわけないじゃないですか、俺たちが幻なんて。そんな、今見ている世界が夢でないと断言することは誰にもできる。信じたくはない。シロはどこ連れて行かれたんだよ。指導様が破壊神というのは。やばいって、どうしようこれ。
破壊神だろうと幻だろうとそんなのどうだっていいわ。ルール絶対許さない。みんなを不安にさせてダイダラの旗をバカにして、そうやな、白爺にシドウにあんなことして、あのハーゴンとかゆくそ親父ハーゴンをクソ親父扱いが、絶対絶対許さないんだから。あら、何かしたらオーブ、これは白爺がいつもいたとこになんか落ちてるわ。よーし、さあじゃあ皆さんすいません、今回はちょっとキリいいところでここで終わりにしましょうかね。あのダイダラの旗見えますね、かっこいいですね皆さん指導をね、指導はかつて言ってたよね、俺がなんかおかしなったらぶん殴って止めてくれってね。ちょっと一丁助けに行ってやりますか。さあ皆さん、じゃあ今回はこれで終わりましょう。ドラゴンクエストビルダーズ、ついに物語も佳境へ、ま、で来ました。ラストダンジョンに行くのかなこれから。で、最後まで頑張っていきますので、ぜひとも応援してください。もちろん終わってからもものづくりは継続しますので、お楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。おはようございます。